エリザベス・ナースは、アメリカ合衆国の画家である。19世紀後半から20世紀初めの代表的な、アメリカの女性画家であり、The First Woman Painter of America とか、The Deem of American Woman Painters in France and One of the Most Eminent Contemporary Artists of Her Sex と評されることもある。フランスの国民美術協会展に入選した。 最初のアメリカ人女性画家であり、フランス政府によって作品が買い上げられ、リュクサンブール美術館のコレクションとなった。オハイオ州ファミルトン郡のマウントヘルシーに生まれた。15歳から、シンシナティの美術学校、マクミッケンデザイン学校で学んだ。マクミッケンデザイン学校の校長ノーブルによって、作られた女性クラスに入学した、最初の学生の一人であった。 この学校で7年間学び、この学校で教員になる申し出もあったが、それを断って学科として制作に専念することを選んだ。1882年に両親を失った後、パトロンの支援を受けてニューヨークに出て、美術学校アートスチューレンツリーグでしばらく学んだ。1883年に新シ品シィに戻り、室内装飾や肖像画を描いて生活した。 1884年から1886年の間は夏の期間はテネシーやアパラチアン山地で過ごし水彩で風景画を描いた。1887年に姉とフランスのパリに出てアカデミー・ジュリアンでギュスターブ・ブー・ランジェやジュール・ジョゼフ・ル・フェーブルに学んだ。すでに アメリカで十分な技術を得ていたので、学校での修行は短期間で終えて、自らのスタジオを開いた。1888年に、フランスの国民美術協会展で展示された。主に女性像や、農民の暮らしや、農村の風景を描いた。パリで暮らし、制作を行ったが、ヨーロッパ各地、ロシア、北アフリカも旅した。美術視野のコーナーは、ナースをエレンデーヘール、 メアリー・カサット、エリザベス・コフィン、セシリア・ボウといった女性芸術家と共にニューウィメンと位置づけ、彼女たちの自画像には社会的制約に挑戦する強い意志が描かれていると表している。第一次世界大戦が始まり、大多数のアメリカの芸術家が帰国した後もパリに泊まり、避難民の救援や彼らのためにアメリカやカナダで寄付を集める活動を行った。 1921年にノートルダム大学から人道に貢献したカトリック教徒に贈られるレーターレメダルを受賞した。ありがとうございます。